鳥山明、鳥山明、鳥山明、1955年、昭和30年4月5日体は、日本の漫画家、デザイナー。愛知県名古屋市出身、同県清須市在住。合併前は、清須町。プロダクションは、バードスタジオ、バードスタジオ。血液型は、A 型。妻は、漫画家のみか、みなち。1978年に、 週刊少年ジャンプ52号にて読み切り作品ワンダーアイランドでデビュー。集英社との専属契約下で週刊少年ジャンプなどジャンプ系列紙に作品を発表。代表作ドクタースランプドラゴンボールはいずれもテレビアニメ化され、1981年から1999年にかけて、 フジテレビ系列の毎週水曜日19時19時30分はドクタースランプあられちゃんから始まりドラゴンボールドラゴンボール Z ドラゴンボール GT ドクタースランプと長期に渡り鳥ヤンバル作のアニメが放映されていた漫画家としての活動の合間にデザイナーとしても活動しドラゴンクエストシリーズなどのゲームやマスコットのキャラクターデザインプラモデルや車などのデザインを 多数手掛けている。漫画家デビュー以来、地元で活動を行っており、ドクタースランプタンボンの描き下ろしページによると、当時は名古屋空港から航空便で原稿を送っていたとのことである。現在、名古屋空港から東京方面の航空便は、東海道新幹線の利便性に圧倒されて廃止。1980年から90年代の週刊少年ジャンプ黄金時代を支えた率。 役者であり、当時編集長を務めた西村茂雄は、週刊少年ジャンプ発行部数600万部達成の快挙は、鳥山明の破壊的なパワーを借りて、初めて実現し得たことは、誰も否定できないだろうと評価している。ドクター・スランプ、ドラゴンボールは2018年現在でも、コマーシャルに起用されたり、グッズが作られるなど根強い人気を博している。 初代担当編集者の鳥、島和彦によると、家は貧しかったが、両親ともにのんびり屋の性格で、夕食代にもこと書く時でも代わりにと二人でワルツを踊るような人だった。鳥山自身は絵を描くことが好きで、欲しいものが手に入らなかった場合は絵に描いていたり、腹を明かせながら漫画を描くのを唯一の楽しみにしていた。当時通っていた絵画教室で描いた、 101匹ワンチャン大更新が表彰されたことで自信を持ったといい、小学校の写生コンクールで数回入賞し、高校時代には美化キャンペーンのポスターで全国高生の部で入賞している。また、妹がいる。よくいたずらをしていて、父親に怒られていた。尊敬していた漫画家は手塚治虫とオルトディズニーで鉄腕アトムに登場するロボットを毎日いたずら、絵描きしていた。 一番影響を受けたのはディズニーアニメであり、101匹ワンチャン大更新にリフォルメの影響を受けて毎日模写をしていた。幼少時は漫画やアニメに熱中したが、小学校高校学年以降は映画やテレビドラマに興味の対象が移り、漫画に触れる機会がなくなっていた。しかし、絵を描くことは変わらず好きで自信もあったため、 愛知県立機工業高等学校デザイン科に進学した。高校時代は漫画研究同好会に所属し、同好会の会長にもなったが漫画を描くこと、図ったという。1974年に同校を卒業。高校を卒業した1974年、絵を描く仕事に就きたいと思い地元の広告関係のデザイン会社にデザイナーとして就職したが、 平然と遅刻を繰り返したり、レタリング作業が仕事のメインになり、嫌気がして、約2年半ほど経った1977年1月に退職。本人は、わずかでも世間の仕組みを知ることができて無駄ではなかったと述べている。退職後1年間はアルバイトでイラストを手掛けていたが、その後は遊ぶ金もなく、途方に暮れていたある日、喫茶店で偶然手に取った。 週刊少年マガジンで新人賞の作品募集の記事を見つける。入賞すると賞金50万円が手に入ることを知り、23歳にして初めて漫画を描き始めた。結局、締め切りには間に合わなかったため、1978年1月に週刊少年ジャンプの新人賞である月齢ヤングジャンプ賞へ応募作品アワワワワールドを投稿する。 投稿したのはギャグ漫画だが、その理由は、ストーリー漫画と賞金が一緒なのページ数は、半分だったため。投稿した作品は、入賞には及ばないものの、すぐにまた描き上げた、鳥山の投稿作品、謎のレインジャックを目にした、週刊少年ジャンプの編集社長、島和彦は、作中の描き文字、擬音、擬態語など、社色以外の文字のことをカタカナでなくアルファベットを、 使用していることや、対象を様々な角度から描けること、絵が丁寧に描き込まれていることにセンスを感じ、今は下手だ頑張れば、なんとかなるかもしれないから、もっと描いて送ってよ、とアドバイスをした。この頃は、スター・ウォーズのパロディなどを描いており、一部の作品は、後にファンクラブの開放に掲載入れた。なお、この作品自体は、パロディは、ショーの対象にならない規定により、 戦外になった。鳥山は厳しくネームの没、不採用を出す鳥島の下で懸命に修行することになる。この間の没原稿の総量は一年で五百ページにも及んだ。デビュー前はどうせ売れるわけがないと思っており、ペンネームを使う発想もなく本領で通した。鳥山明という名前は愛知県には数件しか存在せず、デビュー直後は いたずら電話がよくかかってきたため、冗談で、水谷気作というペンネームを使おうとも考えたが、担当者につまらんと没にされた。本名を使ったことが漫画家になって一番後悔したことだという。九百七十八年、週刊少年ジャンプにて、読み切り作品、ワンダーアイランドでデビューを飾るも、アンケート結果は最下位であり、その後、週刊少年ジャンプ本詞や、 増刊号で発表した短編作品人気も貫維しいものではなかった。鳥島に促されて描いた1979年の読み切り作品、ギャルケージトマトは鳥山が本来苦手とする女性を主人公とした作品だったが評判が良かったため週刊少年ジャンプでの掲載が決まった。1980年にドクタースランプの連載を開始。鳥山は当初、 自称天才科学者のノリマキセンヒョウエを主役と考えていたが、鳥島のアドバイスを受け、少女アンドロイドのノリ、マキアラレを主人公に配し、センヒョウエは脇に据えた。これが功を奏して人気作となり、1981年より、ドクタースランプアラレちゃんとして TV アニメ化され、最高視聴率36.9%を記録、歴代アニメ最高視聴率で3位になるなど、 大ヒットアニメとなった。鳥山の地元である東海3県の東海テレビでは関東以上に視聴率が高く視聴率40%超を記録している。ジャンプコミックス第5巻はドラえもん第19巻の120万部を上回り、第6巻は初版220万部を記録した。連載1年目は睡眠は3日に1回、最高記録となる6日連続徹夜。 ペン入れの記憶がない回があるなどと多忙を極めた。アイデアの不足を理由に、ドクタースランプの連載終了を相談したところ、3ヶ月後に新連載を始めるのなら終わってもいいと言われ、次回作のネタを固めるために、読み切り漫画、気流少年、トンプー大冒険を描きつつ、1984年8月に、ドクタースランプの連載を終了。同年11月に、 ドラゴンボールの連載を開始する。当初は最有機に格闘漫画の要素を加えた、孫悟空という少年の冒険談であり、アンケートで反響もなく人気は低迷していたが、格闘大会展開一部同会で人気が出たのを、きっかけに、次々に登場する強敵、難敵との戦闘をメインに据えた、幸せな物語となることで人気を獲得し、1986年から1997年まで、 放送された TV アニメシリーズは平均視聴率20%を維持した。ドラゴンクエストシリーズのキャラクター、モンスターデザインを1986年の第1作、ドラゴンクエストから担当している。ホリーユージの描いたラフ絵を元にデザインしているものも、あるが、スライムに代表されるように自分のアレンジを加えており、キャラクターデザインに至ってはほとんど別物になっている。 ホリーノラフ絵では、目も口もないドロッとしたスライムであり、鳥山により、ドロドロしてデザインしにくかったからという理由で、液体で、雨粒様のデザインになった。なお、専属契約上の問題で公式攻略本には、イラストが載せられず、鳥山の絵が掲載されているのは、集英者から出ている、ファミコン神剣王議大全書や、V ジャンプブックスゲームシリーズに限られている。このため、 公式攻略本では、鳥山明風の作画ができる、村上由美子などに委託している。鳥山は当時、コンピュータ RPG をやったことがなかったため、初めは苦労したが、ドラゴンクエスト E 悪霊の神々一行はどんな感じか、分かったのでやりやすかったと語り、ドラゴンボールのストーリー全体に関わるような影響を受けたという。鳥島の紹介により、 いいですよという軽い気持ちで引き受けたが、30年以上続くシリーズになるとは想定しておらず、そんなに続くなら断っていたと心境を語っている。キャラクターデザインは楽しくもきちい仕事であるといい、最初は何でもない雑魚キャラクターを自由にデザインをしていたが、回を重ねていくうちに、個人的にあまり興味のない健全なメインキャラクターのデザインが多くなり、 ある程度の時代設定や細かく指定されるデザイン設定のため自由に書かせてもらえなくなり、今は騙し騙しで描いているという。ただし引き受けた仕事は目いっぱいある主義であり、今後も一生懸命デザインすると語っている。ドラゴンボールがテレビアニメとの関係でアニメスタッフに原稿を替え書き状態で見せなければならなくなるなど精神的にも 肉体的にもハードな連載になったため、長期連載をやめることを決断。1995年のドラゴンボールの連載終了後は、デザイナー仕事の合間に、週刊少年ジャンプ及びジャンプ系列誌での読み切り、短期集中連載作品がメインになっている。1997年11月から1999年9月まで放送されたドクタースランプにおいて、 初めてキャラクター原案を担当する。1997年の短期集中連載、ときめちゃを一部 CG で制作したのをきっかけに、2000年代以降は、コンピューターでの作画に移行。フルカラーでの作画が多いのが特徴となっている。サンドランドとネコマジンシリーズは、日本国外でも翻訳出版された。また、2003年には、絵本、天使の土地を,を発表。 2009年には NPO 電園社会プロジェクトが発行する環境教育教材最終戦略バイオスフィアに読み切り漫画おいしい島のう,うさまを表集英者との専属契約上を描けないことになっているのを特別に許可してもらったものである2007年3月にはドクタースランプの最終回から1年後の物語 ドクタースランプ2007特別編ドクターマシリとアペールちゃんを執筆した。2013年7月から10月まで週刊少年ジャンプで銀河パトロールジャコ行短期集中連載した。2013年3月30日には鳥山が初めてアニメシリーズに脚本から深く関わったドラゴンボール Z 神と神が公開。 2015年4月18日にはその続編となるドラゴンボール Z 復活の F が公開され、こちらでは単独で脚本を務めている。また、2015年7月から放送のドラゴンボール庁においてストーリーキャラクター原案を担当する。2017年11月、租税回避に関する流出文書、パラダイス文書に 鳥山の名が記載されており、投資組合に出資していたことが分かった。ただし本人によれば、資産運用は完全に税理士任せで、報道を見て知ったという。この組合は12人の投資で蘇生されていたが赤字に、落ち入り、本業の所得からの控除が認められず修正申告を行ったことを知られていたが、パラダイス文書の解析の結果、その一人が鳥山であったことが判明したに過ぎない。 この煽りを受ける形で11月8日に自宅前でフラッシュの突撃取材に遭い、もともと露出を好まない本人の意思とは無関係に顔出しをすることになってしまった。インクはパイロット製図用インクか証券用インク。ペンはゼブラジーペン、たまにコピックペン、ピグマ。着色は昔はルマのカラーインク。現在はほとんどパソコンで使用ソフトは アドビーフォートシャップ、たまに、カラーペインターを使用。また、ペン入れの際すべすべの紙を使えばスムーズな線が描けることを、ほとんど漫画を描かなくなった最近になって発見。これまで使っていた紙は、質が悪かったようでちょっと、ショックと語っている。ドクタースランプ連載時代は、鉄子の部屋、1983年5月4日、放送に出演したり、NHK 特集。 我が青春の時は総現代漫画仮視点、1981年5月25日放送に荒木博彦と共に登場するなど、テレビやラジオ番組には何度か出ており、鳥島の指示により、ジャンプ誌面やドクタースランプなどの単行本にも自身の写真を積極的に載せていた。また、1984年の映画ゴジラにエキストラで参加。 本編中では大写しにならなかったが、市販もされた一部ポスターにおける群衆の中に映っている。もともとマスコミなどへの露出を好まなかったが、ドラゴンボールの連載後期には顕著となり、小さな町に在住しているため顔がバレるのが嫌だからという理由で本人の写真が公表、掲載されることはなくなっている。スーパーマーケットなどを見て歩くのが好きだというが、 新しくオープンしたスーパーマーケットに行った際に、売り場の女性たちからサイン攻めに会い、なかなか出ることができなかったことがあり、それ以降はそれまで応じていたインタビューを断るようになり、顔の明らさまな露出も避けるようになった。自画像は、ドクタースランプ連載時は普通の人間の顔だったが、後に擬人化した鳥や、マスク姿など変遷を繰り返し、最終的にガスマスクを着用をした。 デフォルメキャラクターとなった。照れサいという理由による。1978年から1990年代半ばまでの大半の作品は短編作品集、鳥山明、作劇場シリーズに収録されている。アシスタントは歴代二人。ドクタースランプ連載初期はアシスタントを雇うこと自体知らなかったため、一人で全部描いていた。 アシスタントを呼ぶのは一週間に一日だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。